スーパーライト級トーナメント1回戦。ずっと K-1 の世界チャンピオンという目標を掲げてやってきたんで、この時はやっと来たかなって感じですかね。この日のためだけにやってきたってのあります、ね、From Japan 五反田 CM キングスマッハキック鈴木隼人。ここまでたどり着くの本当に険しかったと思うんで、いい時もありましたし、まあ悪い時もありましたし、茨道じゃないですか。強烈な左ミドルキックを武器に、闘志むき出しのファイトスタイルでクラッシュ王座を体感。しかし、どん底でした。これ以上成長する見込みがなかったらやめようと思ってたんで、自分一人だったらやめてたと思いますね。鈴木をどん底から救ったもの、もう自力で勝てなくなったんで、トレーナーのモスターと一緒にそこからまた新しく作り上げてって、トレーナーライン命かけてトレーナーして絶対に世界一になるっていうのを決めてトレーナーをさせていただきました。夢がもう一発見えたんで、戦友秋元トレーナーと二人三脚で徹底的に戦術を磨いた。モッサーが戦い方、いろんな知識を教えてくれて、それを自分が戦って体現するみたいな。世界一の夢はいつしか二人の夢に。絶対掴むっていうのはありますね。本当にもう自分一人だったらもうここまでは来てないと思ってるんで、二人でベルト取ったらモッサーの教えてくれてることが間違いなかったっていうのが証明できると思ってるんで、取らなきゃいけないなっていうのがありますね。二人の夢に忍び寄る影。From Romania, DFS. ルーマニアの死神、イオヌタトパ。ファイトクラビングライトウェルター級を制し、今年6月には ISKA 王座を獲得した2団体王者。ルーマニア DFS が誇る世界トップ候補ファイター。変幻自在な左右のスイッチから冷酷に襲いかかる姿はまさに死神。Consider că sunt un luptător complet. Nu sunt interesat de niciun sportiv, sunt interesat doar de titlu K1. O să-i bat rău. これはもう取らなきゃいけないものだと自分は思ってるんで、他の人には取らせたくないですね。二人三脚、悲願の夢か。死神が無慈悲な審判を下すのか。第7代 K-1 ワールドグランプリスーパーライト級王座決定トーナメント1回戦、鈴木隼人 VS イオヌット・ポッパー。